エルトン・ジョンエルトン・ハーキュリーズ・ジョン、サー・エルトン・ハーキュリーズ・ジョン、CBE、1947年3月25日帯は、イギリスのミュージシャン、シンガー・ソングライター。出生時の名前は、レジナルド・ケネス・ドワイト、レジナルド・ケネス・ドワイト。代表曲に、僕の歌は、君の歌、クロコダイル・ロック、キャンドル・ウィン・ザ・ウィンド、ダニエルなどがある。 最も売れたアーティスト一覧によると、シングルとアルバムの総売り上げは、BGs や、ローリングストーンズ、ピンク・フロイドを上回る、約3億枚。ローリングストーンの選ぶ、歴史上最も偉大な100人のシンガーにおいて、第38位。ローリングストーンの選ぶ、歴史上最も偉大な100組のアーティストにおいて、第49位。一級の選ぶ、 歴史上最も偉大な100人のシンガーにおいて第45位。パートナーはカナダ人映画監督、プロデューサーのデビッド・ファーニッシュ。1969年にソロデビュー。1970年の僕の歌は君の歌のヒット以降コンスタントに活動を続け、現在までに全世界で3億枚以上のレコードセールスを記録した世界で最も成功した男性ソロアーティストの一人である。 作曲は彼自身によるものだが、作詞は1968年のデビュー以降、その多くを名優バーニー・トーピンが手掛けている。芸名は、彼がソロデビュー前に参加した、バンド、ブルー・ソロジーのメンバーだったエルトン・ディーン、エルトン・ディーン、キース・ティペットグループを経て、ソフト・マシーンに、加入と、ロング・ジョンボル、ドリー、ロン・ジョン・ボール・ドリーの二人の名前から取ったものである。 1970年代前半に人気は全盛期を迎えた。1972年の本気医者等以降、ピアニストを打つな。1973年、黄昏のレンガロ。1973年、カリブ。1974年、グレーテストヒッツ。1974年、キャプテンファンタスティック。1975年、ロック・オブ・ザ・ウェスティーズ。 1975年が7作連続全米首位を記録し、1975年にはキャプテンファンタスティックで全米ビルボードのアルバムチャート史上初の初登場1位を記録するなど、この時期に彼は数多くの快挙を成し遂げている。当時、若手アーティストとしてギルバート・サリバンをライバルとして認めた。活動休止期間を経て、トーピンと一時期決別してからは不遇の時代が、 続いたが、一方で1986年には、ディオンヌ・ヌワー・ウィクラとのデュエット曲、愛のハーモニーで初のグラミー賞を受賞している。1980年代後半から1990年代前半にかけては、喉の病気やアルコール、薬物依存症などに苦しめながらも、音楽活動と並行して、チャリティにも精力的に取り組むようになる。 1990年代前半からは復調し、映画、ライオン、キングのサントラなど数多くの仕事で成功した。1997年には、旧作の詩の一部を差し替え、自己詩したダイアナ妃に捧げた、シングル、キャンドル・イン・ザ・ウィンド1997、ユーロック・トゥ・ナイトが、全世界で3、700万枚以上を売り上げる、シングル史上最大のヒット曲となる。この記録は、 2015年現在も破られていない。1998年2月24日には、長年の功績を称えられ、ポピュラー音楽の音楽家としては3人目となるナイトに、叙勲された。彼の音楽性は、しばしば同様に、ピアノマンの異名を持つビリー・ジョイルと比較されがちだが、メロディメーカーとしての手腕は、確かなもので、様々なジャンルの音楽を貪欲に吸収し、 独自のものにしている。初期のプログレッシブロック思考からカントリーミュージックへの系統、さらにはアメリカンロック、ソウル、ディスコに至るまで、その音楽性は幅広い。日本においてはバラードシンガーとして認知されがちだが、サービス精神旺盛な喫水のロックンローラーであり、確かな技術に裏打ちされたパフォーマンスの評価は高い。過剰なまでの派手な衣装も特徴的である。 着ぐるみを着用していた時期もあった。ピアノの下に隠れての曲弾きや、クライマックスでのピアノの上によじ登ってのゴリラ踊りを行うことも多い。両性愛者であることでも知られる。1984年にドイツ人の女性と結婚したが、4年後に離婚。2005年には男性の恋人と再婚して、大きな話題を呼んだ。近年のグラミー賞受賞式では、 ゲを揶揄するリリックを歌ったエミネムとパフォーマンスして、物議を醸したが、ジョンは、音楽性が優れているアーティストに対して、協力するのは、当然と、意に返さなかった。性格は、繊細さと荒々しさを合わせ持ち、長年自身の容姿にコンプレックスを持っていたとされる。1970年代の前半頃から、すでに頭髪が薄くなり、カツラを使用していたが、 1990年代に植毛手術に成功。21世紀に入っては視力矯正手術にも成功し、長年愛用していたメガネもオークションに出した。現在はそれらを自らギャグとして披露してもいる。また、過激で辛辣な言動などから常にゴシップで取り上げられる存在である。一方では取材に対して饒舌でもあり、絶過事件を起こすこともしばしばある。 こういう関係は非常に広く数多くのミュージシャンのみならずデビット・ベッカムをはじめとするサッカー選手などとも親交がある。またクラブチームを保有していた時期がある。近年ビリー・ジョエルとは頻繁にピアノマン同士のジョイントコンサートを行っている。鉄道にも興味があるらしく東京へ行く際関西国際空港へ降り立ち。 新大阪から新幹線に乗ったことがある。カルティエの野外パーティーで急な悪天候により、得意客たちがホテルへ引き返す事態になった際、ホテルのラウンジにあったピアノで、ジョンが弾き語りを始めたことで険悪なムードが一変し、大変盛り上がった。それ以来カルティエは、彼に頭が上がらないという。好きになった人に、カルティエの腕時計をプレゼントするのは、得意のアプローチ作戦である。 RAF の飛行中隊長だったスタンリー・ドワイトと妻、シェイラの間に生まれた。ドワイトは彼の母親や他の親類の女性によって育てられ、父親といた時間はわずかであった。スタンリーとシェイラはドワイトが15歳だった1962年に離婚した。母親はその後、フレッド・フェアブラザーと再婚し、ドワイトはギフをダーフという愛称で呼んだ。 4歳の頃からドワイトはピアノを弾き始める。彼は振動であり、耳で聞いた、いかなるメロディーも演奏することができ、彼のピアノ教師によると一度聴いただけのヘンデルの楽曲を完璧に弾くことができたという。11歳の頃に王立音楽院に合格し、職業としての音楽に専念するため、卒業前に学校を離れるまで6年間在学した。初期に影響を受けた人物には、 ジムリーブスなど、ピアニストとしては、ヨハン・ゼバスティアン・バッハや、フレデリック・ショパンの演奏を得意とした。1960年に、ドワイトは、友人と、コルベッツというバンドを結成。このバンドは、やがて、ブルーソロジーに発展する。ドワイトは、日中は、音楽出版社への売り込みに走り、夜には、ロンドンのホテルで単独でギグを行うか。 ブルーソロジーと活動するかのどちらかであった。1960年代半ばまでには、ブルーソロジーは、アイズレイブラザーズ、メジャーランス、ドリストロイ及びパティラベルブルーベルズのようなアメリカのソウルや R&B のミュージシャンのバックバンドとしてツアーを行った。1966年には、バンドは、ロングジョン・ボルドリーのサポートミュージシャンとなり、 イギリスのキャバレーを回るツアーに参加している。ドワイトは、リバティレコードの A&R マネージャーだったレイ・ウィリアムズによって、ニューミュージカルエクスプレス誌に載せられた募集広告に応募する。最初の面接でウィリアムズはドワイトに、同じ広告に募集してきたバーニー・トーピンによって書かれた歌詞のストックを渡した。ドワイトは歌詞に曲をつけ、これが今日まで続くパートナーシップの始まりである。 1967年に彼とバーニー・トーピンとの最初の共作曲、スケアクローが書かれた。トーピンと出会って半年後にドワイトは尊敬していたボルドリーとブルーソロジーのサックスソーシャイルトン・ディーン、後にソフトマシーンに加入し、著名となるの名にあやかり、単独なツイン賞書によって自分の名前をエルトン・ジョンに改めた。ジョンとトーピンのチームは1968年に リック・ジェームズの DJM レコードにソングライターとして入社。その後2年以上、ロジャー・クックやルルのような様々なアーティストに楽曲を提供した。トーピンが1時間未満で歌詞を書いて、ジョンに渡し、ジョンは30分ほどでそれに曲をつけた。すぐに何かを思いつくことができない場合は、歌詞を処分した。こうして2年間、彼らはジェームズが歌手に提供する。 イージーリスニングを書いた。違う。音楽出版社のスティーブ・ブラウンのアドバイスにより、ジョンは彼自身が発売するレコードのために、トーピンと共により複雑な曲を書き始める。最初の作品は、ブルーソロジーのギタリスト、カリブ・クエイがプロデュースした、1968年のシングル、I've Been Loving You だった。1969年には、クエイとドラマーのロジャ・ポープ、 ベーシストのトニー・マレーと共に、シングル、レディ・サマンサと、アルバム、エンプティ・スカイを録音した。これらは、高い評価を得たにもかかわらず、レコードの売り上げはかんばしくなかった。しかし、スリードック・ナイトに、レディ・サマンサをカバーされたことによって、にわかに注目を浴び始めることとなる。ソロデビュー後も、スーパーで売られる最新ヒットのカバーレコードで、チャートバスターズとして、名前を隠して、 歌ったり、キング・クリムゾンや、ジェントル・ジャイアントのリード・ボーカリストのオーディションを受けるなどしており、共に不合格、この時期の活動にはまだ明らかでない部分がある。1970年、プロデューサーにガス・ダッジョン、アレンジャーにポール・バックマスターを迎えて制作した、セカンドアルバム、僕の歌は、君の歌、エルトン・ジョンがリリースされた。 全米ではアルバムに先駆けて発売されたシングル、僕の歌は君の歌のトップ10ヒットに習う形で売り上げを伸ばした。ジョン・レノンをはじめとする数多くのミュージシャンが絶賛した。この曲は彼の初期の活動における代表曲として広く知られるスタンダードナンバーである。クイン・シー・ジョーンズが絶賛したという彼の最初のコンサートツアーには、 元スペンサー・デイビスグループのドラマーだったナイジェル・オルソンとベーシストのディー・マレーが参加した。彼らはジョンが僕の歌は君の歌からわずか半年後にリリースしたアルバムエルトン・ジョンさんでも演奏していた。1972年からはギタリストのデイビー・ジョンストンがバックバンドに加わり彼の活動における黄金期を支えたラインナップが完成する。同年のアルバム 本気イシャトーは彼にとって初めての全米一位を記録した。その後、1975年のロック・オブ・ザ・ウェスティーズまで彼は7枚のアルバムを連続で全米一位に送り込んだ。本国のイギリスでもピアニストを打つな・ウツナが1973年度の年間チャート一位になるなど彼の人気は世界的なものとなった。1974年には所属していた MCA 参加にレコードレーベル、ロケットレコードを設立。以降彼のアルバムはこのレーベルから発表された。この時期の作品の中で最も成功したとされるのが、1973年発表の2枚、組、黄昏のレンガロである。現在もコマーシャルなどで頻繁に使用される、タイトルナンバーや、後にリメイクされていく度もヒットする、風の中の明かりのように、 キャンドルインザ・ウィンドなどを収録した、この作品は、現在も、一般的な彼の最高傑作として評される。また、1975年発表のアルバム、キャプテン・ファンタスティックは、全米ビルボードのアルバムチャートでは、史上初となる初登場一位を記録した。1974年に発売されたベスト版、グレーテスト・ヒッツは、彼のアルバムとしては最も大きな商業的成功を、収め、 米国では歴代15位のベストセラーとなっている。シングルでは、クロコダイルロック、ベニーザ・ジッツ、フィラデルフィア・フリーダム、アイランド・ガールの4枚の作品が1位。他のアーティストとのコラボレーションも盛んに行い、ニール・セダカとの共演、バッド・ブラッド、ジョン・レノンとの真夜中を突っ走れ、ルーシー・イン・ザ・スカイ・ウィズ・ダイヤモンズなども全米1位に輝いた。また、 1974年にはザ・フーによるロックオペラを映画化したトミーにピンボールの魔術師と呼ばれる役で出演した。1976年発表のキキディートの恋のデュエットは自身初の全英シングルチャート1位となっている。ハイペースでのレコード発表と並行して極めてワーカホリックだったスケジュールでのステージ活動はジョンの精神や肉体に支障をきたした。 キャプテンファンタスティックの発売後に彼は、オルソンとマレーを解雇し、バックバンドの夫人を変えて音楽活動に臨むが、そのような経緯で発売されたロック・オブ・ザ・ウエスティーズは、商業的な成功を収めながらも、評論家からは酷評されてしまう。こういったプレッシャーから彼の心に迷いが生じたのか、アルバム、青い肖像を発売すると引退を表明して、音楽活動を休止する。 なお、これを境にパートナーシップを築き上げてきたトーピンやバックバンドとの関係も一時的に解消している。ローリングストーン氏で両性愛者であることを公表したのも同時期である。102年の活動休止期間を経て復帰したジョンは1978年にアルバムシングルマンを発表する。スタッフのメンツを一新して制作されたこのアルバムでは これまで全ての楽曲の作詞を手掛けてきたトーピンに代わりゲイリー・オズボーンが新たな作詞家として起用されている。その後フィリー・ソウルの大御所トム・ベルと共にアルバム1枚分の作品を制作するが結果的にジョン自身の意向によってアルバムはオクライリとなり一部楽曲が12インチシングルで発売されるのみとなった後年になって全てリリースされている。 1979年には、ピート・ベロッティをプロデューサーに迎え、楽曲も、ベロッティが手掛けた移植作、恋に捧げて、ビクティム・オブ・ラブをリリースするが、ユーロビートを大胆に取り入れた作風は評論家には、受け入れられず、セールスもかんばしくなかった。一方で同年には、ライブ活動を再開し、当時のソ連では、初の西側ロックミュージシャンによるライブとなる、モスクワ公演を行って、 話題となった。その後、ジョンは、オズボーン以外に、トム・ロビンソンなどを作詞家として迎え入れているものの、結果的に解消していた、トーピンとの作曲コンビは、1980年のアルバム21 at 33を境に復活。1983年以降は、再び彼が大半の楽曲の作詞を手掛けるようになっている。1981年以降は、 クリス・トーマスが主にアルバムのプロデュースに携わった。ジョンとは、窮地の中であったトーマスは、トゥーロー・フォー・ゼロや、スリーピング・ウィズ・ザ・パストなどといった、1980年代の主要なジョンの作品において、非常に大きな役割を担っている。試行錯誤を経て、再び以前のパートナーや、バックバンドと共に創作活動に臨むようになった、彼は、1985年の、 アイスオンファイアーで、再びガスダッジオンをプロデューサーに迎えている。1980年代を通してのシングルでは、リトルジニー、エンプティガーデン、ブルーアイズ、ブルースは、お好きパッセンジャーズ、サッドソングス、エルトンの喧嘩大作戦、悲しみの、ニキタ、愛のハーモニー、キャンドルインザウィンド86、ヒーリングハンズ、さらには1988年の、アイドントオーナー、 ゴーンはビルボード2位まで上昇し、1989年にリリースしたサクリファイスが翌年にソロとして初の全英シングルチャート1位を記録するなど、ほぼ毎年ヒット曲を連発していたが、常に前世紀のイメージと比較され新しいヒット曲が出るたびにエルトンの復活と称された。しかし、全盛期との違いとして、アルバムセールスは1980年代の後半には、 大きく伸び悩んだ。1987年に行った長期公演では喉を悪化させてしまい、翌年に生体の手術を行っている。以降、ボーカルスタイル及び歌声は大きく変貌した。1984年にドイツ人のレコーディングエンジニア、レネーテ・ブリューエルと結婚。彼女との結婚生活は様々なスキャンダル及び、 最終的に4年後の1988年に離婚に至った。1980年代後半は精神的にも不安定な状態が多く、過食症やアルコールの過剰摂取はより一層エスカレートしていたと言われる。この時期、エルトンはもう1枚アルバムを作る予定であったらしいが、結局、そのうちの数曲がベストアルバムや、 シングル B 面として発表されるに止まった。1990年、薬物とアルコール依存症、過食症の治療のため入院。厚生施設への入居を経てカムバックしたジョンは、翌年のアルバム、ザワンで、再び好調なセールスと高い評価を得る。なお、1980年代くれから1990年代初めに、かけて、多くの友人や知人などを、エイズで亡くした。 彼は、1992年以降シングルの全収益を自ら設立した、エイズ患者救援者団体、エルトン・ジョン・エイズ基金に寄付するようになった。1992年には、クリス・レアや、リトル・リチャードなどをはじめとする、十数人のアーティストとのデュエットを収めたカバー集、デュエット・ソングスを発表。企画版にもかかわらず、全世界で200万枚以上のセールスを記録する。 大きな成功を収めた。このアルバムにプロデューサーとして参加したグレッグペニーは1995年のメイドインイングランドでは全面的にプロデュースに関わっている。1994年には以前にアルバムジャンプアップ、ジャンプアップで共作した作詞家ティムライスと共にディズニー映画ライオン、キングの音楽を担当する。この映画のサウンドトラックは 全米チャート1位を記録し、最終的に30年以上にわたるキャリアの中では、グレーテストヒッツに次ぐ、商業的成功を収めたアルバムとなった。また、アニメの中では、世界で最も売れた、サウンドトラックとなっている。ジョンの歌唱による、主題歌、愛を感じて、Can You Feel the Love Tonight も、グラミー賞最優秀ポップ男性ボーカル賞と、 アカデミー一家局賞を受賞するなど高い評価を受けた。また、この年から彼は、ビリー・ジョエルとジョイントコンサート、フェイストゥフェイスを行っている。1995年には、アルバム、メイドインイングランドを発表。ポールバックマスターやジョージ・マーティンのアレンジによるストリングスを配した、クラシカルな質感で、全英3位、全米13位のヒットとなった。 1996年6月には、イタリアのモデナで、パバロッティフレンズコンサートに出演、ルチアーノ・パバロッキと共演している、ライブリックホーセス。1997年9月、彼は、自動車事故で亡くなった、ダイアナ元皇太子妃への追悼歌、キャンドル・イン・ザ・ウィンド1997をシングル発売する、アルバム、黄昏のレンガロに収録されていた楽曲を、 歌詞を変えてリメイクした。この曲は全世界で3700万枚以上のセールスを記録。ビルボードのホット100とシングルセールスチャートで14週、カナダのシングルセールスチャートで46週、その他日本をはじめとする世界各国のヒットチャートで主を獲得し、シングルとしては史上最も多くの枚数を売り上げた。この楽曲の成功により、 ジョンは1998年度のグラミー賞で最優秀男性ポップボーカルパフォーマンス賞を受賞している。また、カップリング曲のユー・ルック・トゥ・ナイトが収録されていたアルバムザ・ビッグ・ピクチャーも相乗効果で久々に全米、全英ともにトップ10内にランクインした。1998年にはティム・ライスと再びタッグを組み、 ベルディのオペラをモチーフにしたミュージカル、アイーダやドリームワークス配給のアニメ映画、エルドラドのサントラバンなどを制作。この2枚のアルバムの中で、ジョンは、スティングや、ジャネット・ジャクソン、シャナイア・トゥイン、バックストリート・ボーイズなどといった多数の豪華な顔ぶれと共にデュエットしている。2000年には、長年バックバンドでキーボーディストとして活躍してきたガイ・バ・ビロンを、 プロデューサーに迎えてインスト集を制作し、アルバート・ブルックスが主演、監督、脚本を務めた、同名映画のサウンドトラック版、ハリウッド・ミューズとしてリリースした。また、同年には行われたアメリカ・ニューヨークのマディソン・スクエア・ガーデンで、メアリー・ジェイ・ブライジや、ブライアン・アダムズなどをゲストに迎えた、豪華なライブを行った。その模様は、ワンナイト・オンリーとして、アルバムや DVD 化されている。 最近はミュージシャンとしての活動そのものよりもかつて信仰が深かったジョージ・マイケルやマドンナといった他の歌手への批判、中華民国のパパラッチに対する暴言など過激な言動や気候などが取り沙汰されることが多い。また2005年にはイギリスで同性同士の純婚関係を認めるシビルパートナーシップ法の制定を機に15年来のパートナーだったデビッド、 ファーニッシュと男性同士で同契約を結び、事実上結婚したことも大きな話題を呼んだ。なお、本業の音楽では、ピーチスリーロード、キャプテンザキッドとかつてほどのペースではないにせよ、着々とオリジナルアルバムを発表。過去に発売されたアルバムのデラックス版やリマスター版なども再発売した他に2004年2月からは、 ラスベガスのシーザーズパレスホテルに作られたコロシアムに行って3年間の契約でセリーヌ・ディオンとの日替わりという形でレッドピアノという定期公演を行った。公演契約は2008年まで延長された。2007年3月25日の60歳の誕生日にはニューヨークマディソン・スクエア・ガーデンで通算60公演目となる記念コンサート60イン60を開催。 その模様は DVD として発売されている。2009年4月、A サンデータイムズ氏が A 音楽界での長者番付を発表し、推定資産に1億7500万ポンド、日本円で約248億円になることが分かった。この資産は2008年の2億3500万ポンド、日本円で約333億円から25%以上も減少していて、 ラスベガスでのコンサートが終わったことや事前事業への寄付、経済危機の影響が原因だという。2010年12月25日には、代理母が出産した男の子の親となった。子供の名前は、ザカリー・ジャクソン・ディーボン・ファーニッシュ・ジョンで、パートナーであるファーニッシュとの第一子である。ゴッドマザー、後見人として、アメリカのポップスシンガーである、レディー・ガガを選んだ。同年、 尊敬するアーティストの一人、レオン・ラッセルとの共作アルバム、ザ・ユニオンを発表。2011年5月、A サンデー・タイムズ氏が、A 音楽界での長者番付を発表し、推定資産1億9500万ポンドで7位にランクインした。2011年6月、経済誌ホーブス氏が、世界中で最も稼いでいるミュージシャンを発表し、1億ドル、日本円で、 約80億円を稼いで3位にランクインした。この収入は合計で2億ドルを売り上げた数多くのステージが大きく影響しているという。2013年には前作と同じくプロデューサーに T. ボーン・バーネットを迎えたアルバムザ・ダイビング・ボードを発表。2014年にイギリスにて同性婚の合法化されたことを受け12月21日に 長年のパートナーであるデビッド・ファーニッシュと正式に結婚した。2016年には、前作、前々作と同じくプロデューサーに、T、ティー・ボーン・バーネットを迎えたアルバム最新アルバム、ワンダフル・クレイジー・ナイトを発表。2017年に、映画、に、エルトン・ジョン本人役で出演している。2018年1月24日に、同年9月から開始する。 世界ツアーを最後に公演活動から引退すると表明した。ツアーは米国を皮切りに各国を回り、終了まで3年程度かかる見通し。一方で音楽活動はやめないとしアルバムやミュージカルの制作は今後も関わっていくと説明した。エルトンは家族と過ごす時間を増やすことが理由と説明。自分の中で優先度が変わり。 子供をサッカー教室に連れて行くことが最も重要になったと述べ、世界のファンに感謝と別れを告げる時だと思ったと語った。この他、限定版として、ライブアットザリッツリミテッドエディション、1999年、やライブ AT マジソンスクエアガーデン、2000年、ライブ AT マジソンスクエアガーディノバルムに、2001年、がある。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。